工具、そいつを使え。お前の息の根を止めてやる。この手で。ヒップサマー、とりあえず家に帰ってシャワーでも浴びて、上品曲がった奴にお灸を据えること。悪いけどおとなしくしていてくれるかな。絆イーバー4月より放送開始。坂本ですが、臭いバスツアーで合流した若き30人の男女。ツアーの目的地は七木村と呼ばれる幻の村。現実の世界に絶望している。退屈な日常を抜け出したい。人生をやり直したい。彼らが行き着いたのは、口つつもわずかに生活の匂いが残る無人の集落だった。30人に突きつけられる七木村の真実とは。1話たりとも見逃せない。謎が謎を呼ぶスリリングな展開。前代未聞の群像アニメが幕を開ける。かけろきらめき目を覚ました。声が高くつけた。理想とは何か、その問いへの答えは無数にある。人は誰かに生きていいよと言われなくちゃ生きていけないんだ。そんな簡単なことがどうしてわからないんだ。最後まで諦めてはダメ。発想を逆転させるの。師匠の美人弁護士千尋さんと共に、さまざまな強敵検事と法廷で戦う逆転裁判、4月2日土曜夕方5時半スタート。その真実、意義あり。僕もなれるかな。ごめんね、一足。小さい頃からの目標なんだ。誰か、誰か。私が来た。道は私が開くからついてきて。カバネリ、人とカバネの狭間にある力だ。